どうも PDR さんのゴミ箱へようこそ。前やったバンドウォッチの動画で収蔵ウォッチを見てくださいというリクエストが多かったので、今日はそれを見たいと思います。収蔵はバンドウエイジと違ってなかなか好きですよ。特に俺だってこのマイナス10度のとこしじみが取れるって頑張ってるんだよとかは最高ですよね。で、松岡修造が誰なのかわからない人たちのためにちょっと今説明します。松岡修造は元プロテニス選手で、ウィンブルドンとかで結構いいところ、ベスト8かなんかまで行って、その後、テニスの指導とか、いや、今でもやってんのかな。で、まあ、タレントとかもやってて、すごい熱くて、もう熱苦しい感じで、すごいポジティブで、すごいオーバーな感じが面白い人です。では、収蔵ウォッチを見ましょう。きれいな。これは何とも言えないですね。知らない。はい、お腹いっぱいです。お腹いっぱいです。全部見たい方は下にリンク貼っておきますので、見たかったらぜひ見てください。PDR さんはちょっとお腹いっぱいです。収蔵。これはバンドウォッチ作った人と同じかわからないですけど、グッジョブ。天才です。面白いもの。ありがとうございます。ちょっと途中でお腹いっぱいになりましたけど、はい。皆さん、さっき言った通り見たかったら、ぜひ下にリンク貼ってあるんで、では、また明日メインチャンネルでお会いしましょう。朝の4時だぞ、お前見た目で決めんなよ。